内宿駅は埼玉県北足立郡稲町内宿第3丁目にある埼玉新都市交通稲線の駅、同線の終点である。駅番号は NS13。島式ホーム一面二線の高架駅。1階には自動券売機、改札口、売店券駅窓口がある。スイカチャージ専用機も設置してあるが、常にシャッターが閉じているため使用することはできない。 改札内コンコースとホームの間にはエレベーターが設置されている。2015年度の1日平均乗降人員は4625人である。開業以降の1日平均乗降人員は下表の通りである。埼玉県によって行われた稲戸地区画整理事業で造成された内野ド大地区や西小針地区があり、駅を中心に住宅街が広がる。 駅前は、さらちのままの部分も多かったが開発が進んだ。駅前は2004年に区画整理の一環で整備が行われ、ロータリー設置、公衆トイレの改築、ベンチなどの設置が行われた。ロータリーには、稲町循環バス、稲丸北循環の停留所がある。当駅から、北、熊谷駅方面の埼玉県警、運転免許センターまで、ニューシャトルを延伸する構想がある。 しかし、東駅北は同線を通すための設備が上越新幹線の効果にないため、実現は難しいとされている。また、東駅から県央道沿いを通り、北本市と桶川市の市境域に設置する高崎線の新駅、南北本駅までへ延伸する構想もあった。しかし、住民投票で南北本駅は設置が白紙撤回された上、 新駅を推進していた北本市長が落選したため、実現の見通しが立たなくなった。ありがとうございます。